脚本講座スイカの種作田畑そのみ登場人物高博吉蔵高博の叔父文子高博の母吉蔵の姉昭和十年七月のある晴れた日の朝畑で スイカの収穫をしているたかひろとよしぞうしっかしゃしっかしゃあついな昼までに終わらせんとな黙もくもくと汗をかきながら仕事を続けるたかひろなあたかひろおまえいくつになったんや十九ですそうかもう一人前やなそろそろ嫁さんも探さんとなそんなんまだ早いですわ いやいや嫁さんは早よ決めとかなええー、子はすぐに誰かに取られてしまうぞわしがお若い頃はもう決めた子がおったぞお前誰か決まった子はおらんのかそんな子おらんよそんなこと考えたこともないわそんなことより高寛は何か言いかけたが少し考えてやめた。 そんなことってお前年頃の男が他に何を考えることがあるんやそれとも何かやりたいことでもあるんか高寛はしばらく黙っていたがポツリポツリと話し始めたおじさん実は俺都会に出て働きたいと思ってるんや都会都会ってどこのや都会に出て一体何すんねんや それはまだ考えてへんけど考えてへんってお前そんないい加減なことを自分を試したいんやこんな田舎で朝から晩まで泥にまみれて一生終えるのは嫌なんや子供の頃からお父ちゃんとお母ちゃんが泥だらけになって働いている姿を見てきたせやけど生活はちっとも楽にならないやないか学校も楽に出てへん俺に何ができるか分からへんけどこのままでやあかんのや いつもは物静かな高大がいつになく強い口調なので吉蔵は少し黙ったがゆっくりと話し始めた高大お前の気持ちはわからんでもないわしも若い頃は都会に出る言うて親父とよう喧嘩したわ姉ちゃんが間に入って親父をなだめてくれとったせやけどな何にも考えてへん お前が今都会に出たところで一体何ができるって言うんやちょっと頭冷やさんか黙り込むむ吉蔵少し微笑むちょっと休憩しようか二人夜間の水を交互に飲むそしてテイラーの荷台に腰を下ろす遠くから 文子の吉蔵を呼ぶ声が聞こえてくるお父ちゃんが呼んでる <noise> なんやまた面倒なことな。言うてるんちゃうかええから早いったって吉蔵家の方へはける文子高広の隣に腰を下ろし湯のみに水を入れて高広に渡すお疲れさん日が高くなってきたな もうひと頑張りしたらお昼にしような黙っている高寛おじさんと何かあったんかいやなんや新機くさいな黙る高寛あんたはあの子の若い頃にようにとるえっ子像もあんたぐらいの頃都会に憧れて家出る言うてなおじいちゃんとよう喧嘩しとったんやでうんさっき聞いた そふみ子は立ち上がり畑を見渡すこの畑はほんま荒れ放題やったんやでそれをあんたのおじいちゃんが一人でここまでの畑にしはったんや一粒のスイカの種からここまで大きくするんは並大抵のことやらへんそんな姿を小さい頃からずっと見てきたんや私も吉蔵も それを絶やすことはできひんかったんやろうせやけどほんまのこと言うと私もあの子もお父ちゃんの作る日本一おいしいスイカが大好きやったからやけどな義蔵が遠くから呼んでいるおーいそろそろ昼飯にしようやはいはい今行きます文子高広に向き直ってせやけどあんたは違うで あんたはあんたの好きにしたらえ自分の思う道を進んだらえ高寛は高寛の人生を生きや驚いた様子の高寛だったがニコニコと笑う母の顔を見てしっかりとうなずいたそんな高寛を見てふみ子もにっこりとうなずいた 終わり